スクールバス。スクールバスとは、学生、生徒の通学を目的として運行されるバスのことである。本校では、日本の幼稚園の送迎バスである、幼児バスを含むこととする。始業時刻と就業時刻に合わせて、学生、生徒が居住している、住宅地域と学校、幼稚園などを含むの間、学校もよりの鉄道駅と学校の間、 離れたキャンパス間などを結ぶ形で運行される。運行主体は一般的に学校を運営している団体、学校法人などであり、学校関係者、生徒や教員など以外の利用は基本的にできない。日本では幼稚園や保育所、幼児バス、生徒の移動に介助を必要とする特別支援学校、公立小学校、中学校、最寄駅から、 距離のある一部の私立学校、外国人学校、ブラジル学校など、自動車教習所、フィットネスクラブ、学習塾などが、スクールバスを運行している。特別支援学校の場合、高等部の生徒については、自力通学を原則としているため利用できないケースが多い。運行時刻や経路、停車地も、基本的にはその学校の関係者にしか告知されていないが、 不特定多数が閲覧可能なウェブサイトなどで公開されている例もあり、部外者が運行時刻を知ることは必ずしも不可能というわけではない。特に部外者が学校に用事がある際、例、大学や私立高校のオープンキャンパス、学校見学、学園祭、入学試験などに最寄り駅からのスクールバスの利用を案内している学校においては公開しているケースが多い。 学校が運行主体となっているものでは、主に私立学校や幼稚園に多い。また、自治体が運行主体となっているものは主に公立小中学校用であり、居住地と学校が遠く離れている、過疎地や山間部の域などで多く運行されている。特に、人口密度が低く学校が少ないほか、冬季における、徒歩や自転車での通学が困難な北海道に多い。 実際の運行方式としては、学校、地方公共団体自身が一切を保有、運行する、放棄上の自家用バスと、道路運送法第3条2号に基づく、特定旅客自動車運送事業、特定バスとして、バス事業者あるいはクシー事業者に委託する方式がある。自家用バスの場合、車両は自前で、保守管理し、運転士も自前で雇用する、派遣の場合もある。 自家用バスのためナンバープレートは白色で大型一種免許または中型一種免許で運転することができるがナイキで大型二種免許保有者しか運転士を採用しないところもある特定輸送の形態として運行される場合車両はバス事業者の所属でありただし車両には委託元の学校名が大きく描かれ運行するバス会社の名前は 車体の隅の方に小さく表示されることが本土である。ナンバープレートは、事業用自動車である緑色にナンバー、路線バスや観光バスと同様の形態となる。そのため、運転士は大型西免許所持者である。特別支援学校では、車椅子リフトなど、一般のバスとは、構造が異なる部分もあることから、8ナンバー車が多い。また、バス専用車線、バス優先車線で、 路線バスとして扱われる。乗り合いバス事業者が学校の最寄りの鉄道駅などから学校の間に学生、生徒向けのバスを運行する場合もある。この場合は運賃等が通常の路線バスと同額か若干割引扱いになっていることも多い。このようなバスについては一般乗り合い旅客自動車運送事業による運行。 普通の路線バスであり常実したスクールバスとは別物と考えられている。特別支援学校以外の公立学校ではスクールバスを運行しているところが希少であり、大半は路線バス利用になる。独協埼玉中学校、高等学校や埼玉県立大学のように、峠工事も含め通常は有料の路線バス、朝日自動車を運行し、文化祭や入試、 学校見学会等のイベント時は、臨時増発便として、無料のチャーター便を運行するところもある。反対に、秀明八きや中学校、高等学校のように峠工事のみ無料バスを運行し、閑散時は、通常の千葉レインボーバスの路線の一部として運行しているところもある。学校から相当離れた地域まで長距離のスクールバスが運行される例もある。例えば、 千葉県東金市に所在する情勢国際大学、東金線救命駅が、最寄り駅では、東京駅、横浜駅、東京湾、アクアライン、サラ、通駅経由、西船橋駅、成田駅、鳴門駅経由から、大学関係者及び来校者向けの有料スクールバス、同大学では、シャトルバスと、故障が、平和交通及び、西岬観光により運行されている。また、 新規グリーンバス、篠山営業所にあるスクールバス車両は路線バス運用を兼ねながらスクールバス運行を行っている。佐賀県唐津市に所在する早稲田佐賀中学校、高等学校では福岡市からの通学者のために高速バスから高の唐津方面第1便と第2便を校門前にある唐津城入口停留所を経由させることで対応している。 道路交通法第71条2-3にて、乗降中の通学通園バスを車両等で通過する際には、徐行が義務付けられている。道路運送車両の保安基準第18条9にて、小中学校、幼稚園、保育所、特別支援学校などの送迎に専従される乗車定員11人以上のバスには、車体の前後左右に標識の表示が義務付けられている。また、 幼児専用車に関しては、定員にかかわらず以下の保安基準が定められている。在日米軍関係者指定向けに、基地内の学校に通うためのスクールバスが運行されている。沖縄では、日本の民間企業であるセロンが運行している。1999年までは、琉球バスが運行。車両は、アメリカ合衆国本土と同様に黄色の塗装で、 側面にはストップと表記された板が装備されており、車椅子で乗車可能な車両も数台ある。運行は基地内のみで外部の一般道では使用していない。アメリカ合衆国では19世紀末期から20世紀初頭にかけて都市近郊から遠く離れた地域の生徒のために運行が開始された。しかし次第にスクールバス導入は広い国土や 通学の安全性よりも人種問題の解消が目的とされるようになってきた。20世紀半ばまでアメリカは白人の通う学校と黒人の通う学校に分かれていた。1954年に合衆国連邦最高裁が人種で学校を分けることを違法としたが、公害化が進む中で白人は公害に、黒人はインナーシティにという人種の住み分けが起こってしまい。 学校における人種の偏りは改善されないままであった。その解決法として考案されたのが人種統合バス通学ディーセグリゲーションバッシングである。1971年に連邦最高裁が合憲としたもので強制バス通学とも呼ばれる。白人とマイノリティの割合が一定になるように黒人を郊外へ白人を都心部へ通学させたため多くの子供たちが 自宅から遠く離れた学校へ通うことを余儀なくされた。その後マグネットスクール、チャータースクール、越境通学、ホームスクーリングなど多様な教育形態が生まれたことで、ようやく1990年代に強制的なバス通学は終わった。近年は人種統合という目的よりも、ますます郊外が広がり徒歩や自転車による通学が長距離となり、困難、または犯罪や 交通事故に巻き込まれるのを防ぐため、そしてマグネットやチャータースクール、エスル、特別支援教育といった学区全体、日本の都道府県に相当する面積のものもあるの、生徒を対象にした学校が様々な場所に位置するため、通学にバスが利用されている。その一方、バスの代わりに自家用車で通学する子供もいる。いわゆる鍵っ子状態は、 アメリカにおいては保護者が児童虐待の疑いを受ける可能性があり、バスの到着時刻前に両親ともに出勤する友働き家庭では、親が出勤途中に学校で子供を降ろして、修行時間まで早朝学童保育に預けるのが一般的である。また少数だが、小学校低学年では、スクールバスでの喧嘩やいじめを避けるために、親が車で送り迎えをする家庭もある。 このほか、学区を超えた通学は、バスのサービスを受けられないことが多く、車で通学する。スクールバスは、小、中、高校の修行時間を時間差にして使い回しすることもある。一般的には、高等学校の修行時間が最も早い。理由の一つとして、小学生以下の放課後の鍵っ子状態を避けるた、中高生の兄や姉が先に帰宅して迎えられるよう、 配慮されているためである。高校の校区は広大であるためバス路線も長く、午前6時前後に到着するような地域もあるため、運転免許証を取得して、字の車で通学する高校生も多い。路線バスが発達した地域では、高校生がスクールバスではなく一般のバスを利用する学区もある。また、登下校以外、遠足などにもスクールバスを利用する。アメリカ合衆国では、 単に、スクールバスといった場合、黄色い車両のことを指すことが多い。スクールバスは全て黄色、スクールバスイエローでなければならないと、連邦統一安全規格にって決められている。トラックの車輪にコーチビルダーが車体を仮装したものが主流で、大きさや外観によって A、B、C、D の4つの規格区分が存在する。 また道路上での立場は自家用車と比較するとかなり高い。その一例としてスクールバスが学生の乗降を扱っている際のルールが挙げられる。乗降を扱い中は運転席上部のライトが点滅、車両側面からストップと表記された赤い八角形のサインボードが出て子供がむやみにバスの前を横切らないよう遮断バーが前方に飛び出す。この時、 後続車はたとえ片側に何車線があっても追い越しを行ってはならない。また中央分離帯がない場合は対向車も停止しなければならないことになっている。このためアメリカで自動車を運転する場合は特にスクールバスに対する注意が必要となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。